こんにちは、主です。関東旅行に参りました。今回はいろいろ回りつつ動画も撮っていこうと思います。よろしくお願いします。15両長いですね。この長さのやつがハイペースで来るのさすが東京です。はい、地下鉄です。メトロとか乗り回していろいろ回りますか。明るいんですが、明るさとおしゃれさを兼ね備えております。名古屋はもうちょい見習ってください。というわけでお茶の水に来ました。ここは割と有名な場所らしいので取りに行きます。ぐっそセリ鳴いてますが、私が一番嫌いな生き物がたくさん鳴いてますが、マジであの死んだふりしたく時の爆弾探偵昆虫絶滅してくれませんかね。ここですね、スズメの戸締まりに出てきた場所です。確かあ、出てきた。反対側も出てきてくれませんかね。どっちかというと、あ、どっちも出てきた。上なのに動画しか撮ってなかった。カメラ出して2段構えするべきでした。まあ時間あるのでチャンスはたくさんあるせいか。ああ、めっちゃ惜しいですやん。なんか後ろの天気やばいんですけど、嫌な予感しかしませんけど。いや、近づいてきてんだが、めっちゃ暗くなってきましたが、どうすんのこれ。そろそろ潮時ですかね。まあ何本か取れたし、いや、地下鉄に戻りましょう。というわけで池袋に参りました。ここで友人と合流してから駅降ります。去年の8月ぶりに来ましたね。ここアブラソバスズの木に来ました。一回来たかったんですよね。ここまあ私は辛いの無理なんで醤油に入れましたが、友人のやつ一口もらったけどしんどすぎて泣いちゃった。はい、次行きますよ。
野獣先輩、こっちザロックの聖地下北沢にやってまいりました。何か所か巡って終わりますか。はい、アーシャ取るために4人集まった場所ですね。そのまんまの絵でございます。はい、次行きますよ。はい、ここスターリーですが、まあもちろんながら注意喚起もありますよと。まあ見れただけ全然いいですけどね。ニョキ。普通に服買ってしまいましたが、まあも警官よりかは有意義な使い方だと思いますのでいいですかね。じゃあそろそろ帰りますか。いろいろ回れて楽しかったです。ご視聴ありがとうございました。